品です。なんと私から重大発表があります。何だと思いますか？え、結婚？違います。それはちょっとみんなの先金なので、それは今はちょっと違うなって感じです。実は私 YouTuber をずっとやらせてもらってるんですけど、なんかふと思ったんですけど、見てくれてる人ってどういう人がいるのかなってふと思ったんですね。それでなんとこちら、じゃん、 YouTuber 作品のミラクルオフ会をやることにしました。これは11月3日にザザハウスっていう超ミラクルな場所でやります。私とあと私の短大時代のお友達の梅みぶちゃんも来るし、あと仲良しの YouTuber の人も来てもらいます。加速系 YouTuber の田崎さんと、ナルシスト系 YouTuber の木崎くんと、ラップ系 YouTuber のせいやくん、お勉強 YouTuber の梅村くん、そしてなんとなんと私のお姉ちゃんに桜稲垣咲ちゃんっているんですけど、のお姉ちゃんが吉本でお世話になっている先輩で、吉本のこの芸人さんの藤崎マーケットのトキさんっていう人呼びます。そしてなんかお姉ちゃん来れるかわかんないんですけど、一応こうやって書いてきました。これはなんかとにかくみんなが幸せになることいっぱいしようと思ってて、なんかもうこのメンバーが集まったら面白くないわけないだろうっていう感じで、もうまさに神爆笑なイベントなんです。本当になんかオフ会することによって、なんか私の気持ちがみんなに伝わったらいいなって思うし、これからも応援してほしいなって思うので、すっごく緊張するんですけど、やりたいと思います。11月3日ザザハウス、オープンは夜の7時45分からです。そしてチケット発売は9月の23日の土曜日からです。チケット吉本は0570-550-100 です。これは早くしないとすぐに売り切れると思うんで、お得だと思います。では最後に一つ挑戦して終わりたいと思います。やっぱり YouTuber といえばこちら、じゃん、メントスコーラ。なんかメントスコーラってなんか世間ですっごく流行ってるんですけど、でもなんか人がやる前に私一回これやってるのを夢で見たことがあって、それでなんかあ、すごい面白い夢を見たなと思った直後に流行りだして、もしあの時私がすぐにやってたら私が第一人者って感じです。これなんかこのメントスをコーラに入れるとすごいシュワーってなって溢れてくるので、その溢れたコーラを一気飲みしたいと思います。あ、この音好き。じゃあいきます。せー